皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、 J リーグ内定者インタビューということで、第1弾愛媛FCに内定している大原元樹選手です。お願いします。よろしくお願いします。今回はちょっと知り合いの知り合いということで、第1弾出ていただくことになったんで、いろんな質問をしていきたいと思います。まず早速なんですけど、大学4年間振り返ってということで、いろんなことがあったと思うんですけど、大きくまとめて、どんな4年間でしたか？いい時もあれば悪い時もあって、1年生の最初からトップチームに上げてもらったんですけど、そこで全く試合に絡むことができなくて、1回下のチームに落ちたりとかで、3年生の時には、大きな怪我をしたりとか。決してそのうまくいくことばっかりじゃないっていうのが、4年間の印象で、その中でもやっぱり自分と向き合ってというか、一日一日を無駄にしないようにサッカーと向き合ってきた結果、こういうプロっていうのをつかめたと思うんで、そこは良かったと思います。大学3年生の時に今そのOKがあったと思うんですけど、そこが大学の中でした時にこそできることがあるので、ここは多分大事なことだと思います。どういうことを意識してその時期を乗り越えたかというか、あったりしますか？やっぱり私生活面で規則正しい生活をするっていうことと、やっぱ筋トレはあんましない方なんですけど、体のケア、ちゃんとこう筋肉が落ちないようにとか。体があんまり衰えないようには気を使ってましたね。実際にその小さい頃からの夢だったと思うんですけど、その決まった時の気持ちというか、実際に決まってどうだったのかなって。昔からちょっと大口みたいになっちゃうんですけど、プロになる、絶対なれるっていう、なるのは当たり前みたいな感覚を持ってたんで、その決まった時はやっぱホッとしましたけど、こっからがスタートだなっていう。強い気持ちを持ってた瞬間かなって思います。気持ちは大事ですね。大事ですね。今回この、愛媛FC に内定が決まったと思うんですけど、そのクラブ名は言えないんですけど、その愛媛FC の他に、練習行ってたりっていうのは実際にあったんですか？そうですね。そこまで行ってないんですけど、そこは行ったんですけど、やっぱ愛媛さんの方から夏ぐらいにオファーいただいたんで、そこで決めた。実際にその4月から正式に契約みたいな形になると思うんですけど、その初のプロサッカー選手としての給料でやりたいことだったり、自分は釣りが趣味なので、釣り竿をちょっと買おうかなって思います。いいやつを、いい釣り竿を。じゃあそれを買うということで。ちょっと話は変わるんですけど、その昨年2021年シーズン、7試合に出場したと思うんですけど、衝撃を受けた選手っていうのはありますか？やっぱりジュビロの遠藤選手はやっぱりやってみて、すごい一つ一つのプレーが質が高くて、キックの精度だったり状況判断、やっぱよく周りが見えてるなっていうのはすごい感じました。じゃあジュビロは全体的にも、組織的にも強い、それが昇格につながったっていうのは、そのリーグ戦、今言ってもらった通り、リーグ戦だったり、その大学での試合っていうところを含めて、2021年の大原選手の振り返りというか、どんなシーズンだったかっていうのを。2021年、本当に自分の中で、今まで過ごしてきた中で、一番濃い1年というか。やっぱり特別指定で J の方にも経験させてもらったりとか、初めの方にはデンソーカップとか東海選抜として行ったりとか、本当いろんなことを経験したのが2021年で、本当にサッカー人生においても、かなり成長できたというか、自分の中でもそのすごいぐんとこうなんか経験値というものが上がった1年かなとは思います。そういう経験を生かしてプロになれたということで、2022年今年の抱負だったり、目標があれば教えて。まずはやっぱ怪我をしないことと試合に出続けることを意識して頑張ります。じゃあこういう機会で小原選手とも知り合えたので、ぜひ来季、今季活躍して、応援してますので、また活躍してYouTube 出てください。お願いします。もっと有名になれるように頑張ります。ありがとうございます。この後1対1でしてもらうので、ぜひチェックしてください。じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。